お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はですね、双子ヒゲトカゲの赤松ちゃんいるじゃないですか。だいぶね、大きくなってきたんですけど、まあね、赤松ちゃん結構ね、散歩が好きで、いろいろとね、まあ歩き回っているんですけど、その中でもちょっとね、面白い、シーンがありまして、リモコン？テレビのリモコンあるじゃないですか。まあ僕、パソコンのモニター代わりに、古い小型のテレビをモニターとして使ってるんですけど、まあ、そのね、画面をつけるときにリモコン使って電源つけるんですけど、そのリモコンのなんかさ、赤、緑、黄色、なんか色のついたボタンあるじゃないですか。それのね、黄色のボタンをね、赤松ちゃんどうしても食べたいみたいにして、毎回ね、机の上に乗っけると、その黄色のボタンを食べようとするんですよ。それが結構ね、面白くて、シーンとしてはほんとね、数秒の短いシーンなんですけど、まあどんな感じかっていうのをね、皆様にお見せして、最近赤松はどんな感じで散歩してるのかっていうのをね、見ていただけたらなと思います。それでは早速ね、本日の動画行っていきましょう。どうぞ。はい。本日の赤松ちゃんです。ちょっとね、足元をね、ちらほらと歩き回ってたんで、机の上にあげたんですけど、机の上にあげるとね、このパソコン、これがね、熱いんですよ。熱いというか、あったかいというか。で、今ちょうどね、赤松ちゃんがいるところ、このあたり、充電のコードがね、刺さっていて、充電されてるような場所だと思うんですけど、ここがめっちゃ温度としてね、熱くなってて、ここにね、居座りたがるんですよね。多分、お腹が温まるんでしょうね。必ずね、パソコンのこの左上のこの場所、ここでね、じっとし始めるんですよ。可愛いですね。で、こちらがその映像。この黄色のボタンをね、食べたがるんですよ、本当に。この黄色のボタン。もう今手で隠れちゃってますけど。まあ動画回してる時たったこんだけだったんですけど、普段から机の上乗っけるとね、なんか走り出したボタンをね、食べたがりまして。で、なんでかなって思ったら、今こちら見てわかる通りね、これはハチクラさんかな？ハチクラさんで購入した双子ヒゲトカゲ用のフードなんですけど、これのなんかこの黄色い粒にあのボタンが似てるから、それで食べるんじゃないのかなと思いまして。まあ今ね、ボタンを食べ始めたんで、いやいや、ちょっと待ってくれという感じで、水ちょっとふやかしてね、この双子フードをあげてるんですけど、いや、多分これの影響じゃないのかな。面白いですよね、本当に。なんか、可愛いというか、なんかちょっとこう、おバカなところが、リモコンのボタンは食べられんだろうと。で、やっぱね、この子も同じで、置き餌とかよりかは、ちょっとこうね、なんか指で餌を動かしてあげたり、なんかちょっと動きを加えてあげた方が、食べる気がしますね。双子ってみんなこんな感じなんですかね、やっぱり。食べてますね。で、やっぱり色が明るい方が食べる傾向ある気がします。茶色の粒よりも。でも今食べましたね、茶色の粒。なんか明るい色の方が好きな気はするんですけどね。可愛いですね。もうね、特に赤松ちゃんは食欲半端ないですからね。人の手の上で普通にコオロギ食べるし。人工飼料もね、こんな感じで与えたりしてるんでね。なかなか懐いていてくれて嬉しいですね。もう食べないから。これ見上げる仕草が可愛いですよね。こいつ何やってんだって。これがね、双子は可愛いんですよ。まあね、赤松ちゃんもね、だいぶ大きくなってきまして、あともう一息でね、白松くんとかと遊べるんじゃないのかなって気はしてるんですが、こちらはね、鶴松かな。鶴松の様子を伺いに行っている赤松ちゃんです。可愛いっすね。何か通じるものがあるんですかね。まあこんな感じで双子の動画も今後ね、ちょいちょい出していきますので、ぜひチャンネル登録して待っていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。